まずこなしても何も得るものなかったなと。もっと正直に自分のなんかやりたいことをやってきゃいいのに、うん、情報が多すぎて僕はこうじゃなきゃダメだとか出し切って負けた方がいいと思う。面接の出さずに負けて帰ってくる学生多すぎるんだよ。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということで、今回は、就活ダッシュの企画で、リアルな就活生の悩みを、就活のプロの大人の方に、本気でぶつけてもらって、悩みを解決しようという企画になっております。ということで、本日は実際の悩める就活生と、大人の就活のプロの方に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、高野さんから簡単に自己紹介、お願いします。インプレイヤーズの高野と言います。人材会社と、ベンチャー企業へのエンジェル投資などをしております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。法政大学でキャリア開発キャリアロンを教えております田中と申します。で、田中健というふうに覚えてください。よろしくお願いします。お願いします。経営戦略センターという会社をやってます伊藤と申します。上場の法則という YouTube をやっております。よろしくお願いします。いやー、上場したい。できる。はい、ということで今回パンチの効いた大人の方3名に来ていただいたので、すごい緊張されてると思うんですけど、就活生の方自己紹介お願いします。はい、京大学3年の岩橋と申します。今就活の状況としては30社ほどそのインターンに申し込んで、説明会含め20社ほどインターンに参加しているという状況であります。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ということで早速悩みの方をちょっと聞いてもいいですか。はい、最初の悩みとしては将来像がまだ決まってないっていうのが悩みで、それゆえに軸もまだ決まってないっていうのが悩みになります。どういう人になりたいなとかっていうのはちらっとあったりするんですか。正直それもなくて、面接では今働いている会社の社長を超える経営者になりたいって先前では言ってるんですけど、本音ではその経営者になりたいとかは思ってないので、すごい本音では思ってない。じゃあ本当にやりたいこととか本当になりたいぞみたいなところがわからないっていうのが悩みということで、夏まではとりあえず数だって言って、うん、企業名すら見ずに企業名見ずに受けててどうだったんですか。まずこなしても何も得るものなかったなと。一定どんな会社だっていうのは分かったものの、行きたい会社とか特に見つからなかったんで、何社ぐらい説明会含めると30ぐらいで、インターンとか10社で説明会とか含めると20社。20いけてるとか30エントリーできてるっていうのは素晴らしいと思うんだよね。最初の一歩いけちゃうっていうのはもう強みだよ、ね。名前も見ずに飛び込めちゃうっていうのはさ、裸一貫で飛び込めちゃう。確かに。それもめっちゃ強い強みだから。ただその時に20社行ったことを経験にしないともったいないと思うんだよ。例えば20社行ったうちの僕が考えるインターン先の5グループとかって5つぐらい仲間の中で分けちゃって、あそこはあそこあれがよかった、ここはあれがよかったみたいな20社て全部合いませんでしたって終わっちゃうと20がさ、なんかあんまゼロに聞こえちゃうんだよね、うん、やったことを自分の血肉化して言語化すると多分我々にもめちゃくちゃ響くし、ちなみに肥後橋さんだけじゃなくて多くの人が将来像ない人が多くて、自分の軸というか判断基準もないって人が多いと思うんですけど、それの解決策としてはやっぱり経験すること行動することっていうところですかね。経験したことを自分の中で血肉化するっていう、うん、経験はしてんだけど情報もめちゃくちゃ手にしてんだけど、それが自分の中で立体化されてない、うん、経験化されてない、ある意味で自己分裂みたいな感じになってて、就活をしてる自分と好きな自分っていうのは分裂してるの。なぜかね、ここをつなげようとしないから。だからつなげるために何したらいいかって言ったら、行って嫌いなことはもう絶対やらない、うん、つまりインターン行くんだったら行ってもうここは行きたくないってあるじゃん、はい、そしたら本採用そこ受ける必要ないんだよ、うん、だって嫌だって思ったんだから自分が、うん、それならまたそこ受けるのよ、うん、それで受かっちゃって入ってって苦労してるんですよ、うん、だから今よくやってるのはやりたくないっていうリストをまとめていくんだバーって、うん、インターン行ってこれが嫌だった、例えば形式的に仕事をさせられる、何ら裁量権与えられない、若手は困るように使われるとかさ、分かるわけよ、なんとなく、うんうん、それで言うと嫌だなって思ったことない、インターン20社行ってなかった。一方的に説明されて終わりみたいなのはすごい嫌だったなと思います。そこも受けないでしょ。今までは受けてました。とりあえず数が大事かなと思ったので、うん、だけど数つったってめちゃくちゃあるんだよ企業、うん、時間大事じゃん。同じところを受けてったら大変じゃん。そうですね。大学時代一番楽しかったことなんですか。パッと浮かぶこと、何してる時一番楽しい。それは、うん、アニメを見て。おー、いいじゃん、あるじゃん。
どんどんアニメ？キングダムです。キングダムか。キングダムね。キングダム、我々キングダム世代だから。最新まで見てました。キングダムどこが好きなんですか？もう最新だ。チンのキャラクターがすごい好きで。どんなキャラクター？死にそうなのに立ち上がるところがかっこいいなって。かっこいいよね。働くってさ、長いですよ。例えば、22、3で出たらさ、40年間働くの最低でも、うん、そうすると、好きとかさ、没頭できるっていうエネルギーを、働くに結構当ててった方が、近道かなって最近思ってて。うん、例えば、キングダムのシーンだったらさ、自分で仲間を集めて、問題に向かって立ち向かってって、解決してって、力も領土も、やれることも広げていくわけじゃん。うん、キングダムって経営者みんな好きなんだよね。社会に問題があってある種の正義に向かって立ち向かっていく、でそれに命を燃やしていくみたいな、その話と自己 そのやりたいことっていうのを別に分離させなくていいと思ってるね、うん、もっと正直に自分のなんかやりたいことをやってきゃいいのに、うん、情報が多すぎて僕はこうじゃなきゃダメだとかこうあるべきだみたいなキャラクターを生きてるんだよね、うん、キャラクター生きることが上手い人はうまくいくんだけど、キャラクターを生きてることに疲れちゃう思うよって、うん、だったらなんか自分そのものをキャラクター化していこうが本当はいいのにって思ってて、でもそれが難しいんだろうなっていろいろ思うから、うん、受かるためにみんな取り繕おうとするけど、取り繕わない方が受かりやすくなるし、かつ入社した後もなんか定着しやすいとか辞めにくいとか、就活受ける時に全部録音しようって言ってるんですよ。それは何でかって、私は社会に送り出す側だから受かってほしいじゃないですか、はい、だとするとどこに問題があるか、こちら側は問題分析しなきゃいけないから、うん、そうすると企業さんが何を聞くかみたいなことよりもどういう言葉を喋ってるかっていうのを聞くのね、うん、一緒にで対策練って、そうすると大抵面接に行くと その人の良さが全く出てない。確かに。なぜならば面接に行くと嘘つくから、うん、でそれ嘘じゃんっていつも通りやった方がいいじゃんって言って、うん、本当にそれを理解して行動し始めるともう7、8でバーンっていうから、うん、不思議なもんだけどね、嘘をつかないこと、取り繕わないことっていうのが大事ってことですね。面接の場合になるとどうしても緊張しちゃうので、伝わってるのかなっていうとそうではないのかなと思います、うん、出し切って負けた方がいいと思うんだよね、面接も、うん、出さずに負けて帰ってくる学生多すぎるんだよね。つまり出す出さないって何かって言ったら、自分らしくない面接をやって人事にこれだったら受けるかなって言ってこう小手先の調整をして緊張しちゃって出し切れず帰ってきたみたいな、うん、軸はどこにあるかっつったら落ちてないんですよね。あ、ちょっと名言自分で名言って言わないで、自分軸は余裕経験には落ちてませんよって、うん、軸って何かっつったら自分を支えるもんで、つまり自分の発言って、これ田中健今喋ってるじゃん、これは自分の経験を基づいて今日1時間で変えたろうと思ってる、ね、うん、だけどこのままやると落ちるかもと思ってるんだよね、もったいないと思ってる。だからこの3人でタッグを組んで本当に変えようか、だから動画のあれなんか別に動画見てもあるんです。でもそうやって悩んでる人多分いると思うんだけど、なんで悩むかなと思うと、やっぱりね、本当の良さを隠しちゃってるんだよ、閉じ込めちゃってるんだと思うんだよね。だから一番好きなシーンのあのシーンを見ているあの時の自分ってあると思うんですよ、うん、何回も見ちゃうシーンとはない、戻す、その時のモードで必ず面接の前にトイレ行って、うん、大人がやってるんですよ、と YouTube や Netflix 見て携帯でその好きなシーン30秒で入る、うん、で出し切って帰る、でいいじゃんそれで、負けようが別に生きてんだから。確かにそれめっちゃいいですね。いやもうやってみて、音楽入れて、うん、じゃあまとめると、軸とかやりたいことはもう見つけるもんではないっていう前提のもと、ただやりたいこととかに蓋を閉じず、やってみたいこととか好きなものとかをちゃんと分析してそれに素直になるっていうことと、実際の行動とか経験からしか言葉って出てこないと思うので、行動経験をすることっていうところをちょっと意識してやっていただければなと思います、うん、はい、ありがとうございます。フルリモートっていうこともあって、組織の一体感っていうのが楽しく見た方がいいってなったら、じゃあどういう風にしたら楽しめるかなって言って、うん、同じことやってても意味付け力があるかないかで、180度世界が変わるんだなっていうのは、就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。チューンダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。